お父さんと例えばお付き合いしているような時とかってちょっとこう食事とかねこう、うん、飲みに行ったの？あんまりない。遠距離だったんで。そうそう、うんうん、上野で月に一度。あ、それは違う彼氏。それは違う彼氏。ダメじゃない。こんなこと言っちゃう。やばい。そう、昔はさ、それこそあれだったよね。あの携帯がないから、もう来なきゃずーっと待ってんだよね。でね、6時間待って、1時間待って帰ったつ。今じゃ考えられないよね。すごいなって自分でも感心するくらい。お水は何？これ？水餃子。あ、水餃子と。うん、両方。両方だ。そうそう。そうすると焼くだけだと間に合わないの。食べる方がね。今はさすがにね間に合うようになったけど、前はそうだったの。そう、両方やってて。しないと間に合わなかったから、今はさすがにそれはオッケーなんだけど、そうなのよ。熱い。生姜とかニンニクね。出ない。弁当にも入れるし、うん。生姜とかね入れてない。ニンニクも。でも中の仕込みは大体もうこれで。これで終わり。シンプル。本当にシンプル。もうこれで仕込みは終わり。うん。本当にシンプルよ。生姜はまあね入れてもあれなんだけど、あのニンニクはお弁当入れられないでしょ。でも今日ニンニク味のなんとかつも入れちったけど。そうなの。違う。ちょっとそれがショックだな。で、なんで。俺なんかずっとそうやって言ってたような気が。ちょっとやめてよ。そんな私ってそんなにさ。かわいそう。ずっと俺なんかそういう上野で何かっていうのはずっと新宿かな、新宿だったかな、あれは一度か。あんまりね、なんかあった思い出っていうのないんだよね。何でこの前お付き合いしてる時に。そう。なんでかな、あまりないんだよ、ね、それなんかこう忘れてるというかちょっともうあるじゃないですか。忘れたいっていうのはあるのかな。忘れるじゃなくて忘れたいっていうのはきっとあるのかもしれない。この前ね、なんかお箸がいいっつの聞いて、お箸、うん、あのこれ入れるのに、はいはい、うん、でこれはね、あ、ちょっと入れすぎたな、やっぱり、そう、ちょっと入れすぎた、でもこれね、適当な、でね、これで終わり、だからあっという間に作れるの。もう次ちょっとゆっくりちょっともう一回見せてもらっていいですか、うん、これね、ぼーっとテレビに見てたらね、ある料理家の方がやってて、ああれだったら私が簡単にできて、あのすぐどんどん作っていけるなと思って、このお箸は先日見てて、ああそうなんだってやってみたら、あ、簡単だったんで、何でもこうでしょ、そしたらここ1個の2個、2回、うん、そしたらほらちゃんとこうなるでしょ、これ。あ、そういうことか、うん、2回だけで一回ほら、なんかこう、ひだひだひだやってもね、そう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 、いっぱいね、それは直子がすごかった。もうやっぱりね、伊達に栄養士誰で行ってなかったから、うん、高校からね、家政科だったし、だからあれだけど、これだとね、すごく楽ってほら、うん、一箇所支点決めて、そこにかぶせるようにして、かぶせればいいの。そうするとちゃんとこういう風になるでしょ、はい、うん、そうすると立てます、まあ、ちゃんとね、形も、うん、で、案外具が入る、寄せちゃうよりは入る。そうか、寄せちゃうとね、ちっちゃくしちゃいますもんね、うん、そうそうそう、これ簡単よ。そしたらいっぱいをあっという間にできちゃうから、うん、これもね、50個ぐらいやってるうちにね、もう疲れちゃう。昔はだってね、50個じゃ効かなかったですもんね。100個作って、もうあっという間だったけどね。ご飯いらないとか言われて、なんでって言ったら粉がついてると、これが結局ほらね、ご飯の代わりになるでしょ。あ、うん、熱っ。やってみます。だってこれだったらそんなに心配じゃないでしょ。
あ、疲れた。もう疲れちゃった。もう疲れた。まあ、そうだよな。うん。餃子は何が一番食べてました？子供たちの中で。あ、みんなそうだったよね。みんな一応。うん、みんな餃子は、うん。好きだよね。で、これでほら、お野菜も、ね、案外いっぱい食べれるでしょ、うん、うん。で、あれだけでもほら、人参が相当目立つでしょ。まあ、そうですね。うん。あれ中出たらね、今日は人参餃子とか言われそう。違う。まあ、今日のね、あの、隠し味は、あれは、どんな味だかわかんないから、あんまり塩コショウも入れてないけど。あ、その、餃子の元は、うん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 、そうそう。でもあれはね、肉に絡めるって書いてあるのしっかり読んでたくせに忘れてる。ああ、大丈夫かよ。ああ、硬いと。水気を飛ばすんですか？うん、なんかそう、書いてあったのよ。一応読んだんだけど。読んで飛ばしてるのがしょうがないんだけどね。石田家のこう熱中症対策はどうですか？この今年の夏は猛暑になりそうですか、うん、あ、この前ね、俊二がね、なんか心臓が痛いやつがそれ熱中症だよって言って。心臓が痛い、うん、バイトのあれでね、で水分飲んでんでポカリとか、はいはい、取りなって言ったんだけど、ポカリ売ってないとか言ってたけど、で今日牛乳がなんかいいみたいで、牛乳、うん、だから牛乳飲みなって言って、昔はよく牛乳ばっかり飲んでたのに ねだから朝一番に牛乳飲ませて、まあ飲む量も飲む量なんだけどね、うん、まず牛乳パックね、いつも置いてるところがココアとかピーチティーとか、うん、そうこうね、いろんなものに、うん、まあ、牛乳もねありますけど、牛乳ももっぱら私だから。あ、そうなの。飲まなくなっちゃいました。私、子供たちって言ったって2人しかいない。あ、私はほら、カフェオレにして、はいはい、うん、今はさすがにね、あのチンしないで、あれだけど、うん、そっか、2人か、うん、で、なおこちゃんと、あ、なおこちゃん、めいこちゃんと、うん、しゅんじか、うん、